ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って、葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。他人、少なくとも親しい人に頼ることを学ばないとダメだ。さすがだよ弟。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。姉さん、僕はただ心の重荷を下ろしてほしかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。まあいや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび真っ先に逃げていたんだ。でも今日からはこの癖を直していくつもりだよ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ？ああんたのおかげで下層部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この町に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ二人にお願いしたいことがある。私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった。一緒に行こう。お、その前に一度、カラクリ工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫。弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。このデカブツが性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。そうか。カカリア様はここで亡くなられた。へえ。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。ここに来たのは告別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。目をそらすんじゃないよ。なぜなら私はもうあんたの影の中で生きることはしない。
きりした。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう。ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。
休み。フィラーレから離れる。逃がさない。隠れろ。助けてスワローグ。ベレシコ。逃がさない。ベレシコ。せっ、殲滅開始。逃がさない。
けてスバローグ。せっ、殴ったね。炎の槍を断ち切れ。敵かベレシコ。クラールから離れろ。うちのとっておきを食らえ。隠れろ。皆さんのお役に立てたかな。おやすみ。殲滅開始。逃がさない。ベレシコ。殴ったね。ベレシコ。クラールから離れろ。殴ったね。クラールから離れろ。炎の槍を断ち切れ。隠れろ。ベレシコ。ベレシコ。おやすみ。ベレ
逃がさない。殲滅開始。龍、うちのとっておきを食らえ。せっ、排除する。ここにあり。ポン、おやすみ。炎の槍を断ち切れ。気をつけて。助けて、スバローグ。殴ったね。うっ、ベーシコ、ベーシコ、逃がさない。ベーシコ、クラールから離れろ。クラールから離れろ。クラールから離れろ。ほんの気持ちよ、気にしないで。リュウ、隠れろ。フォン、うちのとっておきを食らえ。おやすみ。炎の槍を断ち切れ。殲滅開始。殴ったね。ベレシコ、隠れろ。ここにあり。龍、おやすみ。逃がさない。逃がさない。殲滅開始。殴ったね。うちのとっておきを食らえ。隠れろ。逃がさない。クラールから離れろ。助けて、スバローグ。ほんの気持ちよ、気にしないで。炎の槍を断ち切れ。平気よ。ベーシコ、クラールから離れろ。フォン、おやすみ。殲滅開始。絶対に引かん。殴ったね。隠れろ。助けて、スバローグ。リュウ、うちのとっておきを食らえ。おやすみ。炎の槍を断ち切れ。逃がさない。ベレシコ、フォン、ここにあり。殲滅開始。逃がさない。ベレシコ、殴ったね。リュウ、おやすみ。逃がさない。隠れろ。ここは安全だよ、スバローグ。
丈夫。ここは安全だよ、スバローグ。Thank you.
報読書。あくまき、レンコン餅、いかがですか？